ちょっとどこを指すんですか。あ、そうするとね、全部の意味全部ちょっと全部というのはこの薄いグリーンです。これは全部指すわけですね。そう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 。これは出さないことに意味があるっていう、出すこと出す向きであったっていう。いやそうではなくて、その中からこの濃いグリーンのエリアを資産として選んだ理由、それが、資産の、これが資産ですよという理由なんだけど、それが明確にされてない。これ都市市の都市団として見られちゃうんですよ、こういう。だからこそですね、そうではないんだという、いわゆる、こういうことですよね。私なんかは、私のイメージだと、政権都市の中の、歴史地区ですよ。そういう意味ですね。そういう世界遺産がたくさんあるじゃないですか。そうすると余計に歴史的なものが、要するに人生の歴史的な街並みが覆われてるから。いやいや、そうではなくて、そうではないです。だから規定、用語規定だって言ってるんです。例えば、なんだかな、いくらでもあるじゃないですか。街並みを全部含んでいない、歴史地区なんていうのは、世界遺産の中で。で、先ほど話したように、この部分こそ、鎌倉が最も他の、武家の政権所在地としてと違う部分、最も特徴的なところ、平たいところだっていうのは、みんなある意味では同じところなんですよ。同じ時代に同じような役割をやってる。そこに特徴なんかありゃしない、はっきり言ったら。都市が大きいか小さいか、の形が大きいか小さいかだけの話であって、そこに特徴があるわけではない。やとを開いていって、やとを残しながら作っていってるっていうところに、最も鎌倉の重要性がバトンしたと。ですから、これだけ2回目のものなんだから、やっぱ外国人若いわけだよ。全然もね、スロー八幡宮からずっとこう一緒に並んでるでしょ、はいはい、これはなんとこれ都市論の一番の中核じゃない。それは軸線だと皆さん言ってるけど、実際白調査したら、あの周りで八幡宮のあの軸線を中心にした町割りなんか、あの周りしかないんですよ、ごくわずか。いやそれで都市の中心でこれは、いやそれは都市の中軸じゃないですよ。違う。まずそこから違う。これ読む人は皆さんも読みますよ。読めない。全然理解。いやだからこそ否定というのでまあ、だから少しもし読めない。これは僕の全く一番この田上さんと違うところかもしれませんけど、僕は鎌倉の中でも。まず最初の中心はやはり鶴岡八幡宮だと思ったんですね。それでその横に大倉御所があり、で御所が終わった後は新御所と言われるものがあり、それから宇都宮御所があったと。だけど今みんなそれも新しい市街地になってるわけですよね。ですからどうしようもない。でだけど大倉御所についてはある部分では小学校の中ですから、これは柳の御所のようにですね、やる気があればなんとかそれを史跡として国も当然考えるだろうし、僕はそういうふうにやるべきじゃないかなと。であそこの中心街はやはりこれ平泉でもね、あそこは松尾芭蕉がですね高立ちに登って夏草やつわものとか夢の跡と読んだ場所なんですよ。それであそこは田園地帯で丘陵地帯だったんですけど、それがたまたまですよね、皮肉なんですけども道路が通るとバイパスが通るということでそこをひっくり返してみると実際それが出てきて、でそこを全部国がですね順番に買い上げていった。ですから今全部が史跡になっています。それは私としてはですね、非常に残念な部分があるんですけど、なぜ残念かというと、あそこは本当に場所がですね、愛した何にもない夏草がつわものが夢の跡といったような場所だったんですけども、そういうふうないわゆる御所が出てきてそれをまあ史跡になってしまったんですけども、今後やはりまだまだ研究が足りないんですけども、
今あのだいぶ研究がなされてきてどういう御所かっていうことがですねあの少しずつ分かるようになってきました。ですから私はこの清泉小学校のですね僕は発掘についてですね僕は前向きでぜひ考えてほしいというふうには僕は思います。それからこれですね周辺地図この御所が変遷した形もありますけれどもあとこの象徴樹院っていう部分これは頼朝が最初に作った自分の先祖のお墓というふうにして作ったところですね。それとあと二階堂のところには洋服でありますからこの中心街のやはり整備は僕は必須であると思います。で象徴、まあ、順位はどういう利害関係になっているのかわからないんですけども僕も僕は一番最初にですね頼朝が自分の祖先の魂を眠る場所として作ったところですからやっぱり史跡としてですね整備すべきだとどういう形であれ整備すべきだと思うんですね。あと今洋福寺がだいぶいろんな形で整備されつつありますからぜひ期待したい。そういう面では大倉御所だけぽっかり残ってるからこれもやはり整備してほしいというようなことが僕は強く思っています。で大倉御所についてはだいぶこれは田林さんが一番よく分かってるけど研究が相当進んでますからまあ、発掘してそれと合致するかどうかは別にしてやはりぜひ中心街としてですね進めてもらいたい。これは柳の御所なんですよ。それでやっぱりまだまだはっきりしない部分がありますけどやはりこの御所の作りなんていうのはやはりこれ似てるんですよ。川を必ずねどっちかに配して清流白虎という形で整えていくようなやり方っていうのは非常に似てますし僕は都市のいわゆる三都物語って先生は呼びますけども平泉と鎌倉と福原の都市のそういう調査から出てくる比較検討っていうのはぜひなされるべきだし今研究者がだいぶ研究してますのでぜひやるべきだと。で僕は平泉の太刀柳の御所の太刀については玉城の影響も僕は強いというそういう研究も出てますので玉城って今研究が進んでていろんなこれが第3期ですけど第4期とかだいぶ研究が進んでます。そうすると成長後の形としてはこれと柳の御所それから大倉御所がどういう形かも大体想定もされているのでねこれが大田清六先生の神殿造りの研究に掲載された大倉御所の柄の配置図ですけども大体近いものがありますよね。で中島を中に配しててちゃんと庭園も配しててこれは柳の御所も同じです。馬がちゃんと泊まる場所もありますよね。だからそういう共通項を見出しながらですねその文化のつながり武士の文化っていうものがどういうふうに形成され都市がどういうふうに形成されたかっていうのをぜひ解明するような研究がなされればいいなと思っています。それと福原については今だいぶ研究がなされてて山田邦和先生の新しい本が去年かな出ましたけれども非常に詳しく書かれててこれは鎌倉の概念図なんかも入ってますからぜひ読まれると都市の流れ日本における都市の流れが非常に分かると思いますし今度の三都物語ではこの講師にぜひこの方は呼んでいただきたいというような思ってる方の一人ですね。まあ、一番簡単なところから、大倉御所のお話が最近あちこちで出るんですけどもなんで大倉御所なんだというのが私の感想なんです。大倉御所っていうのは鎌倉時代に、御所として捨てられた場所ですね。でもう一つ、鎌倉の政権は一体誰が担ったのかという問題があります。
で、最近あの日蓮さん関係の本を読んでましたら、新国王論とか神の国王論っていうのがあるんだそうですね。でその中に歴代の、天皇をそれから上皇がどういうふうに仏教を、保護してきたかっていうのがあるんですが、承久の乱の時の三条項の後、その後の国主、国の主は北条義時だ。で、歴代のいわゆる特捜部がついていくという格好になる。だから、つまり国の国主、国の主が北条氏に移ってる。で、だからこそ時折に、あるいは時宗に立正安国論を上徹するって話になる。で、北条特捜家が政権を担ってから約100年続くわけです。で、その時にの館こそ実は政治が行われた館なわけです。神秘の沙汰っていうような言葉が出てきますけれども、それこそ本来一番もし政権の場所として議論するんであれば、まずそれを議論するんだろうと私は思うんです。で、なんで大蔵御所なのか。で、もう一つ大蔵御所の今の推定値はまず違うんじゃないかというのが今の高校の世界のその、まあ、かなりの人たちが持っている疑問です。ですから大蔵の御所がどこにあるのかっていうのをもう一度検討し直そうねっていうふうな段階になってきてる。今の、なんですか、清泉小学校のある場所というのはですね、3メーターぐらい掘らないと遺跡が出てこない。あ、というか鎌倉時代の初めのね、で水がバシャ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 出てくるんです。大体あの水があまり出てしまって下まで掘りきれないっていう状態です。ところが周りは1メーターも掘られるんですよ。でそんな周りからこう見下ろされるようなところに将軍御所を作るのかなと。まずそれはないでしょう。ちょっと雨が降ればすぐ水浸しになってしまうようなところに池を作るにしてもです。だからあの推定地というのは江戸時代にした推定地ですから、本当のその位置であるかどうかっていうのが分からないわけです。その中で議論してても始まらないでしょう。むしろ考えるんであれば、先ほど、ね、佐藤さんが絵図で出していたように若宮の御所の話とかっていうふうなものの方がもう少し分かりやすいんじゃないか。少なくともそこに将軍さんいるんですから。でも鎌倉時代の政治体制っていうのはじゃあ将軍体制なのかっていうと、当時の人たちはそうは思ってないわけですよ。日蓮さん司会だし、太平記の中でも、長崎高助が浜の方の合戦から、その航海寺のあるところのにあるあったその北条氏の特捜の館のところへ来て、日本国の主鎌倉殿の館って一体何に話してたんだっていう発言が出てくる。誰も話してなくてそのまま図書寺で、というか抱えないでこう言ってるわけですから、まずそういったところのきちっとした日本史のその認識の上で議論していかなきゃいけないというふうに私は思います。あまり一人ずつ長いともう、まずですね、あれだからちょっと会場の人もいるもんだからね、まずですね、玉部さんも佐藤さんも言ってることの中身でイコモスの評価および勧告の概要っていうことなんですが、これに評価にあるように一定ですね、構成資産についての評価っていうのはそれなりの評価がまあされてるんだろうというふうにはこれ十分読み取れるわけです。で何が一番問題であったかっていうことをもし考えるならば、
いわばあの既存されてる都市の部分があるっていうことをやっぱりあの読み込まないとやっぱりまずいんじゃないかってこれ私が思うことなんです。であと鎌倉でやっぱり関わってこられた方いますんでちょっとその方々からもちょっとどういうふうなあご感想をお持ちかちょっと一言二言ちょっとよろしいでしょうか。鎌倉で、まず世界遺産登録について、ちょっと活動をし始めたトップランナーとして20年やってきました、玉林さんと行政という位置にいた玉林さんを市民運動の中に引きずり込んだ張本人でございます。あの今佐藤さんのおっしゃってたことは熊倉の市民の中では十分もう議論していることなんですね、それで私もあえて、言うっていうところに今達していないんですけれどもあえて申しますとあのやっぱり物証に乏しいこれに尽きると思うんですね。イコモスの勧告の中身に、私は絞って話したいと思います。歴史の事実がどうの何がどうのっていうのはちょっとあのこの席ではあの話すその段階ではないんじゃないかあのと今私は思ってます。って言いますのはもう歴史の中身推薦書をどう書いたらいいかとかっていうのはもうあの本当に語り尽くしていることであのはっきり言って推薦書のプレゼンテーション要するに言葉の使い方がうまくなかっただから分かってもらえなかった、うん、それだろうと思います。だからその大倉御所がどうの何がどうのこうすればよかったああすればよかったっていうあのそこはちょっと飛び越えて、考えたいと思ってます。で、勧告の中身については本当にあの市民が一生懸命行政と議論をしてきたことで、近藤長官 もし言ってましたけれどもあのもう分かっていることだからやっぱり市民としてはすごく素直に受け止めていきたい。だからこれからじゃあこの勧告をどう市民は受け止めたらいいかっていうところだと思うんですね。でその勧告をどう受け止めたらいいか、やっぱり世界遺産登録という活動はあのさらに続けていかいきたいしいかなければならないと思っています。でどう受け止めてそれを私は今、五十嵐先生にもあのメールで言いましたようにあのすごい熱いお灸を据えられたあの本当にイコモスから鎌倉市民行政よりもむしろ市民に向けてね大きな宿題を出されたあの市民に向けてのお叱りをいただいたと市民は一体何年間何してたんだ分かってたことなのに何をやってたんだあの市民に向けての勧告じゃないかなっていうふうに私は今受け止めております。だからこれからあの市民が次世代に向けてねやってきたこの勧告をどうあの宿題を成し遂げていけるか あるいは次世代の次の世代の人たちが世界遺産なんて、どうでもいいやどうでもいいや鎌倉は鎌倉に変わりないんだっていう世代が出てくればこれはまたそれで受け止めて いかなければ先輩としてはね受け止めていかなきゃならない。もう一つ景観学会の時に県庁寺の高井総務総長が世界遺産を超えた文化が鎌倉にはあるまさにそこに誇りを持って行きたいなと超世界遺産だと言っていましたけれどもやっぱり誇りは
きちっと受け止めていきたい、それが市民の役割じゃないかなっていうように思っております。ありがとうございます。じゃあ隣どうぞ。同じく鎌倉の市民で、五十嵐先生 の、 あの大学院で学ばせていただいた渡辺光子と申します。現在はシンガポールに2年半ほど暮らしているんですけれども、鎌倉が世界の宝になるというのを楽しみにしておりまして、先ほど佐藤さんのお話がございました、去年の、まあ、津波からどう鎌倉を守るかというシンポジウムを水木さんたちはじめいろんな方たちのご協力をいただいて、去年ご得意大仏さんのところでさせていただいたりもしておりましたので、不記載という厳しい結果が出て大変がっかりしています。佐藤さんが大変あの鎌倉の魅力についていろいろおっしゃってくださいましたけれども、私はもともとは伊達者派手好きの仙台出身なんですが、まあ、あの結婚してあそこで暮らし子供を産み育って大変あのいろんな意味で産業の面でも自然の面でも街づくりに対する市民の構え方にしてもあの大好きな街ですので、それを語り出したらキリがないんですけれど、一点だけあのコンセプトとその物証のズレということについてあの、まあ、教えていただきたいなと思って申し上げますが、1992年の世界遺産条約を日本が批准したその時点で鎌倉はすでに暫定リストに載せられた。その時のコンセプトは古都鎌倉の寺院及び神社などということだったんですね。それが2004年でしたかに、この武家の古都鎌倉というコンセプト、城西都市鎌倉がその前に、その前にありましたけど、それ今回あのエントリーしたその武家のことを鎌倉というのに変わったのが、まあ、かなり最近のことでありまして、でそれと照らしてその物証が不完全であるということですね。で先日、まあ、シンガポールで NHK のニュースを見ました。あの神奈川県知事、鎌倉市長、横浜市長、逗子市長がずらり並んで、取り下げると、で取り下げてこれは撤退ではなくて出直すんだということを皆さん幾度におっしゃったわけですが、あの玉林さんがおっしゃるように、いわゆる今回 の、 あの物証として挙げたですね、構成資産10ありますが、まあ、そのうち寺院が9で、寺院の跡が3つ、神社が2つ、武家屋敷跡が1つ、切通しが4つ、港の跡が1つと、これをもっとその勧告の指摘にあったように、足りないところをこうだからこれはあの構成資産として提案してるんですよということをもっと丁寧に分かっていただけるように説明するんだということで済むのか、またはその権力の中枢であるいわゆる幕府ことであるということで、まあ、大蔵幕府のこと、若宮幕府のことがございましたけど、3回まあ場所を移している、そこはまあ、あの遺跡としては構成資産としても挙げられていないし、どこにあるのかもはっきりしていないというのまで探して、そしてそれを明らかにしてもう一度再チャレンジ、このコンセプトのままでするのか、それとも佐藤さんご指摘のようにコンセプトを見直して再出直しをした方がいいのか、どうしたものなのかなということを私は今自問自答しておりますし、皆さんもどうお考えなのかを伺いたいと思いました。ありがとうございます。その他フロアの方お願いいたします。じゃあどうぞ。今日遅れて入手しまして失礼しました、杉田と申します。今のご質問と非常に近い質問になるんですが、コンセプトは、求めているものであって、それに対して構成資産の組み方がずれているのか、本来その遺跡なり遺産なりを守りたいがゆえの世界遺産だと思うので、
構成資産に対してのコンセプトの作り方がずれているのか、多分、まあ、あるいは別の原因があると思うんですが、なぜずれてしまうのかなというのが非常に、平泉にしても鎌倉にしても、不思議なところだと思いまして、そこのずれというのがどういった原因で生じてくるのかというところを合わせてご質問できればと思いました。ずれてくるっていうのはですね、結局実は世界遺産の論理っていうのをやっぱ特別な、やっぱり独特な論理があるんですね。でそれに、慣れてる方がほとんどいらっしゃらないっていうことがあります。で、ただ論理的な一貫性を保っていれば多くの場合はクリアできるはずなんですけれども、どこかでやっぱり触れるんですね。で、それはやはり我々自身が資産をきちっと理解していないがために出てくる、部分でもあるのではないかなというふうに思っています。平泉の場合でも文化的景観ということで、シスっていうかバッファゾーンも含めて文化的景観にしてしまったということは、文化的景観、バッファゾーンにも価値があるんだったら資産でしょうというふうな論理を生んでしまう。鎌倉もきちっとまず鎌倉の場合も資産がどういうものであるかというふうなところの議論をきちっとこうある意味では、我々も足りなかったのではないかなと思いますけれども、そこができなかったがために、いわゆる都市論の話を招いてしまうというふうなことになったのかなというふうに、思います。私全然賛成できないです、今の話にね。なぜ賛成できないかというと、非常にドメスティック、日本の国内の発想なんですよ。みんな世界から見たときにどう見えるかちょっとがほとんど議論されてないんです。私も全部見たわけじゃないから何とも言いませんけれどもね、これいいですか、向けるとね、武家のことなんですよ。武家のこと、ね、鎌倉行きますね、非常に単純なんだと思って、武家のことでしょ。ですよね。何見る、あそこ行って武家見れる、鎌倉行きに行って、武家っていうのはどこにあるのかな、いくら探しても出てこない。都ことでしょ、ずっと構成産業、なんで都が発想できますか、これがわからない、わからないです外国人。みんな日本人だから言われても、武家政権がってこう言うんだけど、外国人が見た時にどこに武家がいる、どこに都があるかって全く見えない。これは最大の失敗だと私は思いますけど、いかがですか。見えるんですかね、これ。インド人であり、アフリカ人であり、アメリカ人来て、物件って見えます。これは最大の失敗と、全然通訳不能だと思って、これは最大の失敗だと私は思ってる。それからさらにね、もし平林さん、玉橋反応すると、産業があって、ですよ。港があって要塞都市であるとこう言うですよ。それは要塞都市なんだけども、世界で選ばれている要塞都市から見たらそれはチャチな、まるっきりチャチなんです。山の稜線歩いてですね、これが武家の都市の要塞都市、どこでも世界中どこでもですよ。戦争はつきものですから、いろんな意味で自然の地形を使ったりして石垣を作ったりして作ってるわけですよ。そういう意味で見ると、なんか要塞都市って鎌倉行ってで、これがその要塞としか全くわからない。最後のですよ、一番最後鎌倉の神社仏閣って、これ何を言ってるかさっぱりわからない。つまりコンセプトが全部失敗してるんじゃないかというのが私の意見としてくれると。まず先生は、題について日本語で説明されましたけども、英語とは本目だからないんですね。いいですよ。で、それは侍の故郷という程度の意味です。武家の故郷というような意味です。それは、だからそこには、都市というイメージはない。それが合ってるか、それは確かに。それは私は、いいんだろうと思います。で、もう一つ、失われた文明の問題があって、で鎌倉のいわゆる武家文化っていうのは失われた文明なんですね。だから
まあ、極端な言い方をするとですよ、武家ということを言うのが あれでなのなんていうかな、その適切ではなければ、別の言い方にした時にはどうなるか、いや、あの他の国の人の他のところの、そのいわゆる文明っていうことで言い換えたらどうなるのかなっていうことをちょっと考えてもらう、いわゆる、国民としては続いているかもしれないけれども、亡くなった、時代の文明、中国の漢の文化を表すその漢文化の、ふるさとだと、というふうな時に、もう、紀元前後の時の漢字なんかいやしないですよね。でもその文化が非常に特徴的で何かを示すということであれば、そのふるさとであるという言い方はこれはあるんだと。全くわからない。もう侍って言っても外国人は何を想像するんですか。戦う人でしょ、多分ですよね。で今の鎌倉に行って侍のことっちゅうか法務っちゅうかちょっとニュアンスいろいろですけど、侍の故郷だと説明してきっと来るんですかね。正直侍の故郷な、何が侍、建長寺見て大仏見てあれ切通し見て、なんで侍の故郷なんでしょうか。よろしいですか。それは分からない。あの今回僕もよく分かったのはですね、やはりこれをあの分析するときに一番大事なのはですね、まずイコモスの専門家を分析するわけですよ。で専門家って言ったって都市論の専門家なんですよ。大体渡されるのはこのものをね、だって鎌倉こと鎌倉ですからホームでもいいですよ。要するに鎌倉全体があの資産みたいなあの作りですから、今回の推薦書はこれは都市論の人が見るわけですよ。ただの一人だけじゃないですから、何人もデスクワークで見るんですよ。それでこれ矛盾があるか完全性ですよね。要するにちゃんとしたその推薦書に書かれたような資産がちゃんと構成資産として含まれているかどうかをまず 見られるわけですよ。その時にその説明がいいか悪いかっていうもう問題もあるし、もう最初から要するにコンセプトと構成資産のズレがあるっていうのはこれもう誰が見ても分かると思うんですよ。つまり成長とかないっていうのはね、要するに別にあの大蔵越しはなくてもいいですよ、他でもいいです。でそういう成長跡があった、あるいは門中所の跡があって裁判がここで行われてた、でここで処刑された庶民はここでいたっていうのがあれば、それはちゃんとあの推薦書にこう都市として羅列すべきであって、それがやはりこうデスクワークでデスクレビューした時に見れなかったっていうのは一人の意見じゃないと思うんですよ。何人かの人がやはりそれを感じてそれを討論して今回の勧告書が出てるわけです。で非常に重たく考えるべきなんですね。それで僕は一目で見て思ったのはやっぱりちょっと散漫見すぎたかなと、あれもこれもと、やっぱり山全体ですから、そうするとまああれもこれも入るわけなんですけど、それよりもやはりちゃんとした部分のところ、あの申請性もある、それから完全性も十分に証明できるっていう部分をえりすぐってやるべきじゃなかったのかなというふうに思うんですね。で平泉でもまあ、あのいわゆるコンセプトの作りを変えましたね。あの最初は浄土思想なんていう言葉でくくられたのをぶっこぶと括弧浄土っていうふうにしたんですね。それと 文化景観は排除した。それでそれに見合うちゃんと勧告されましたから、それに見合う見合わないところは排除した。だけど柳の御所だけ入れたんです。もういい人、成長、これは成長跡だから入れたい。鎌倉と逆ですよね。成長跡は要するにちゃんと方角も合ってるし、これは入れたいんだっていう、そのいわゆる歴史研究者の意見で、歴史研究者の意見がね、ともするとね、やっぱりナショナリズムなんですよ、地元主義なんですよ。だから大事なのはね、あのやはり先生もおっしゃったけど、要するに訪問者の視点というのはすごく大事なんですね。観光者の視点、訪問者の視点というのは、それで鎌倉の人は誰だって分かるっていうふうなことでも
分からないわけですよ、訪問者であると。なぜここはいいか悪いか一目瞭然に分かるのはやはり八幡宮であったり大仏さんですよね。分かりやすいじゃないですか。だからそういう中核的なものを配置しながら全体としてのやっぱりコンセプトを考えていくべきだったかなと。はい、あのね、もうちょっと厳しいこと言いますね。あのね、大学の先生してると採点するじゃない。そうね、この不登録ってどうかっていうと A、B、C、D なんで、 D 今の議論は B、C の議論なんですよ。ここ私の感じではね、 D っては問題外ってことなんですよ。ここをどう受け止めるかをちょっとやらないと、もうちょっとあれば今日救済できるんじゃないかという議論なんです。なんとなく問題外と門前払いされたというのは事実なんですよ。それは根本的におかしいですよ。だからそこは何なのかをもうちょっとやらないと、もうちょっとこれをこう証明すればね、なんとかなるんじゃないかとかっていろいろ意見ありますけど、問題外なんですよ。それをどうするかをちょっと根本的にやらないと、ちょっとしたところ直せばどうなるなんて。 B ならねまだあります、 C だったらまだってありますけど、 D っていうのはもう論外、論外というふうに評価されたってことを共有財産、共通認識にしようということなんですよ。ああすればよかった、こうすればよかったっていう議論はね、今不毛だと思います。やっぱりあの井原先生今おっしゃったようにね、あの世界遺産としてはね、もうどうにもならない、問題ない、あの問題外だよ、議論する価値ないよっていうことだろうと思います。あのはっきり言って、だからそこから出発していかないと、あの ちっちゃいところをちびちびね、繕い事をしてもね、ちょっと議論はあのちょっと不毛になっていくんじゃないかなと思います。すいません、久々になんか先生に挑発されたような気分で、あの結構世界 あの世界遺産も見てきました。そして鎌倉と比べて、古都保存法を作り、文化財保護法でいくつかの国宝もあり、2000万もの人たちが毎年鎌倉を愛してくるという、この鎌倉がなぜ D 不記載か、なぜそうなってしまったかっていうことを、私は本当にみんなで真剣に1から0から議論をする時だと思うんですね。で、都市論は避けておいた方がいい。実はマルタのバレッタにも行ってきたんです。そのいわゆる中世都市、ヨーロッパ都市の典型だと言われている、そこにも行ってきました。騎士団が作ったすごい城壁があります。そうした16世紀ですかね、あの都市がそのまま残っているんだけど、石の文化なんだ、石の文化だから残るんだ。日本の中世都市の作り方はヨーロッパの作り方とは違うんだという都市論を正面からぶつけて、だから山であって、宿であって、切通しであってっていうことをもっとこう強く打ち出すような戦いだったら、もう年ですけど若い人たちの力を借りて続けていきたいなと私は思います。あのもう少し自信を持ってね、はい、やっていきたいですね。去年京都のその40周年のにも参加をして、やはりイコモスやユネスコが完全ではないかもしれない、ない、うん、でこれからさらに未来あるそのユネスコやイコモスであるには、私たちの力を必要としているかもしれない。まあ、あまり最近は大風呂敷を広げないようにしています。鎌倉市長選で2回落選いたしました。その時に、富士山のようにですね、入山料ではないけれども緑を維持するにはお金がかかるんだ、だから観光客からも協力金をいただきましょう、お寺さん協力をしてくださいっていうようなことを言ったり、それから車がたくさん来て大変、三が日は車の乗り入れ規制をしています、これを拡大して歩いていただきましょう、そういうことも提案、そういう準備をした上で世界遺産を登録を進めましょうっていうことも言ってきて、あのまあ罰が出てしまったので、でも言ったことは間違いではなかったかなと今思っているんですけれども、まあ時間をかけてもうちょっと丁寧に、あのこことこことちょっと手直ししたら、あのうまくいくという話ではないように私も思います。その時からね、例えば車を規制するとか、今の高齢者を結ぶ歩道のネットワークを作るとかということをやってたら、悠々世界遺産ですよ。多分
そこがないままに何かやったって全然市民の力も感じないしですよ、多分あの車規制してですよ、やめにあの29年コースを全部ミドルネットワークでつなぐとかやってね、宗教的雰囲気を作り出すような、そういう世界遺産です。外国人が鎌倉に行った時はあの車見てね、何が世界遺産だと言ったら、これみんな宗教施設でしょ、あんな車はどんどん通って観光バスが全部あの県庁事業会議を横付けされてですよ、何を世界遺産というかと言ったら一発に思いますよ。で現実問題としてですね、昨年の、世界遺産条約締結40周年の京都の会議の最後の京都ビジョンでまとまられている声明の中に、原文の中にローカルコミュニティという言葉が全部で十数回出てくるんですよ。でローカルコミュニティ、要するに地域自治体の問題がまさに使命を制するというような文脈なわけですよ。というのはなぜかっていうと、遺産登録まではその申請制あるいは、公開制等で重要なものはどんどんなっていくという段階を経てますが、それよりもさらに数百年数千年これから続くであろう保存が一体どのような形で行われるのかっていうことに対して、やっと今まだまだ戦乱で壊されているものが多い状態ですから、それに関してユネスコも非常に危機感を持ったゆえの表れだと思うんです。ですからその辺のことをやっぱりちょっと考えていただければなというのは、これ現実問題として、貴重な、京都ビジョンという一つの声明で表されている言葉ですので、それを考えていただければというふうに私は思います。はじめまして、黒川と申します。今五十嵐先生のゼミでお世話になっているものです。私みたいなものがすごい口を挟むのはどうかと思ったんですけど、もしちょっと何かの役に立てばと思って、この本を読ませていただいたのと、今日のお話を聞いていて、鎌倉が日本人にとってすごく重要だっていうのはすごく分かってきて、すごく理解できるんですよ。だけどそれと同時にどんどんじゃあ世界にとって重要なのかっていう、やっぱり離れていくんです、印象として。で、初め日本の文化にとって大切なものを世界遺産にわざわざ登録するって、別にそこまでする必要あるのかなって私は思ってたんですけど、世界遺産に登録するっていうことの意味を、平和っていうのを目的にしてるっていうことを知ると、やっぱり異なる文化を持ってる人たちが価値を共有していくっていうことってすごく重要だと思うので、それはすごく意義のあることなんだなっていうのは思っていて、だけどじゃあそれを説明するときに、それが日本人にとってすごく重要なんだってことを説明しても意味がないんじゃないか、やっぱそれは理解されないんじゃないかと思うんですよね。その国にとって重要なものってたくさん世の中にあると思うし、比較すればするほどやっぱりそこでそれよりも抜きに出てるんだ、みんなで人類として共有しなきゃいけないんだっていうプレゼンの仕方をしていかないと、なんかこういろんなことが挙げられているんですけど、どん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 それが日本人として重要なんだなぐらいのことが理解されただけだなっていう印象を受けたのを、一つ感想としてもし何かの役に立てばと思いました。でもう一つ、すごく個人的に私が法隆寺に住んでいるので思ったんですけれども、市民がどう受け止めたらいいかということを考えなきゃいけないっていうお話を聞いていて、もう一つ、世界遺産を持っているところに住んでいる市民が世界遺産を自分の町に持っているんだっていうことをもっともっと自覚して、そこの意味ももう一度問い直さなきゃいけない時期に来ているのかなということをすごく強く感じたので、自分なりにもう少し深めていきたいなと思ったところも一つ、これから議論されていっていいんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。私冒頭にですね、朝廷を中心として三つの都は全部宗教都市であると、このことをもっと表出さなきゃいけないと言ったのは、まさにユネスコの精神なんですよ。武士っていうのは人殺しをする集団なんです。お互いにものすごく殺してるわけ、源平合戦でお互い殺してるし、頼朝が平泉に行った時もかなり人を殺してる。で藤原家の方はまた御三年の駅や前九年の駅でものすごく殺してるんです。でなぜお寺かっていうと、これに対するみんな鎮魂なんです。
それが一番よく表れているのは願文というやつに、私たちは絶対に戦争しない、鳥も川魚もみんな殺さないというのがあるわけで、だから武家にとってお寺っていうのは非常に重要なの。ここをやっぱアピールして、これはユネスコ精神とつながるということを証明するということがあると、非常にあのコラボレーションしていくんですよ。市民がそれを守るために交通規制をしたとかですね、あるいはネットワークを作ったとか、あるいは、なんて言いますかね、非常に祈り空間を大切にするとかって、その最終的に武家というのは戦争する集団だけれども、一番強く平和とかを望む人たちである。それは平泉でも鎌倉でも福原でもみんな証明されているということになると、日本の価値が世界に広がるというふうに思うんです。だけどその推薦書にもそういう一切出てこないですよ。だって県庁じゃ遠隔じゃ、あれお寺だけ見たとして、こんなゴロゴロありますよ、あのぐらいのあれ世界中から。キリスト教の人ってもっとすごいですから、イスラムってもっとすごいですから、でそれがね、武士集団と平和が裏腹になって、そのために作ってるというふうに説明すると意味は全然違ってくるわけですよ。そういうことを表出すべきじゃないかというのは、その全ての都市につながる宗教都市の意味だというのが私の意見なんだ。まあ切り通しとかいろいろありますけど、もっとこの骨太なね、なんかないともう証明しきれない。坪井清太先生が鎌倉で全く同じようなことを、ただあの福原と平泉と鎌倉とっていう言い方はしてないんですけども、鎌倉でやっぱり、の起こったあの前面に出すべきものは宗教革命だ。でこれが中世の西洋における宗教革命と比較できるということをかなり強調しておっしゃってました。はい、96年の時です。もうすでに玉林さん知っていらっしゃるけど、玉林さん、ホスト役をやってましたので、あのやはりそういう議論っていうのが、あのここをずっと鎌倉ではできていなかったっていうのが一つで、私もそれには責任があるんですけども、その時の報告書をまだ作られないでいるという怠けがあったんですけど、それがまた報告書としてできていたらまた変わったのかなっていう、あの今あの自分を自分で責めております。はい、ご指名です。どうぞ。あの先ほどの佐藤さんから紹介されたあのユネスコの文書の中に、あのやっぱり町の中に全くその中世の都市があの都市開発で破壊されてないよっていうのがあって、あの、ま、今の制度ではあの多分鎌倉を守ろうというその気持ちから世界遺産という言葉、あの言葉というか世界遺産が出てきた。それから平泉もそうだった。今の制度でやっぱり守られないから、それこの町を守っていくためにその世界遺産というのも一つの手段であるっていうあのことがあるんですけども、それがやっぱり鎌倉の中で市民に、一般の市民に理解されているのかなっていうのがあるんですね。多分その今のその現状維持は今の制度でできるとか、今のあれで今の状態でそのままいけると思っていると、私はそうじゃなくて、あのいろいろ規制緩和もあるし、そう簡単じゃないよっていうことがあると思うんですけど、やっぱり世界遺産に指定されてくると、それはもうあの世界で共有して遺産として守っていくことが条件になるし、それが政府の責任になるので、その辺をもっとその鎌倉市民は今現状でいいから世界遺産にしなくていいよっていうんじゃなくて、そこの部分が理解されればまた少し変わるのかなとちょっとお話聞いてて思ったんですけども、どうなんでしょうかね、その辺は。まあ、世界遺産の前文にはね、あの戦争のことは言われてますけど、実際思うのはやっぱりこれから町がそのいわゆるビルディングやね、あのとんでもない建物によってもう見にくくなっていく、それをやっぱ抑えていく、間違いなく武器だしツールなんですよね。だからそのなんか世界遺産で名誉が来るとかそういうふうな意味じゃなくて、やっぱりあの美しいもの、鎌倉ってやっぱり美しいじゃないですか。高さだって全然違うしね。やっぱりあの藤沢へ行けばどんどん高い建物できる。だけど鎌倉はそれ作れない、作らない。
そういうことをやってきたわけでしょ。それさえも美しいんですよ。だけど実際にあのイコモスの委員が来ると、今ここにはね、あの初期の町はないよっていうわけでしょ。もう近代都市によって追い尽くされていると。だからその中で歴史都市じゃないけれども、少なくても許容範囲の中でやはり最大限あの規制をかけて、それで美しい寺社寺院や仏閣を守るということはもう大事だと思うんですね。 だからあのもうあれ見るとね、もう絶望的になってくるんだけれども、僕は希望の種はいっぱいあると思ってるんですよ。だからそのそういうことをね思いながら、まず新しい鎌倉像をもう一度やっぱり一人一人が作ってみる。さっきその奈良にね、あの実家があるんですか、お住まいの話をされましたけど、生まれながらにも多分あなたなんかは世界遺産の場所に住んでたわけですよね。だからそれが日常なんですよ。鎌倉の人もおそらくそうだと思うんですよ。平泉の人もそうなんですよ。あの高野山でもそうなんですよ。高野山のね、あの坊さんなんかは世界遺産運動してにもかかわらず、したにもかかわらず、これはあの高野山は世界遺産でもあるよっていう言い方をされてましたけど、やっぱりそういうなんていうのかな、自分の町に対するそういうリスペクトがあると、そういうふうになっちゃうのかなと思うので、僕は鎌倉がこれで意気消沈して自信を失って、もうやらなくていいよ、もう適度にやればいいんだっていうんじゃなくて、今の鎌倉じゃまだダメなんだと、じゃあどこをどうすればいいのかっていうことを市民がね本当に考え、それを行政に持っていく、あるいは市長に持っていく、市長が公約して、ぜひ渡辺さんにはね鎌倉をこういうふうに作るんだと、なぜ落ちたかっていうようなものもね、あのぜひね掲げていただいて、もう一度市長選にねあの出るぐらいの迫力を持っていただきたいと、そういうふうに思いますね。どうぞ田中です。あの町づくりが世界遺産登録の中で重要な位置づけを持っているということはもう皆さんの共通認識だと思います。で鎌倉の場合は特にその歴史的なその歴史都市と言われながら、町は近代都市の状態なんですよね。だからその部分のをどうやってやっていくかというのは、今までは開発規制に対する、ごめんなさい、開発圧力に対する規制であった。ですけれども今度は世界遺産にふさわしい町というのはどういうことか、歴史都市としてはどういう在り方をしなければいけないかということが問われているんだと思っています。それについては皆さんも大体共通認識なのではないかなと思います。ただもう一つ、今世界遺産の登録の話をしたときに、その町を作っていくことは、これはきっとバッファゾーンの話なんで、資産とどうやって調和をしてその住みやすい町を作っていくかというふうな話で、もう一つ、落っこっちゃったっていう話は、これは証明の話なんで、その部分についてはちょっと先ほどの佐藤さんのところで説明がありましたけど、その後の文章をちょっと読ませてください。市内の低地部分、今日では20世紀の都市開発に、平地部分の中性都市は資産に含まれておらず、今日では20世紀の都市開発によって覆われていると。かなり状態の悪い港の移行を除けば、鎌倉が幕府が存在した時期に経済的社会的にどのように機能していたかを示す物証は実質何もない。市内の低地部で建設工事前に実施された発掘調査の成果をもとに、歴史的な都市の構造や関連した社会的経済的価値についての知見を含めることができると良いかもしれないというふうな提案をいただいている。つまり、この部分の平地の部分での、その評価という部分については、既存の発掘調査 の成果をもっていろいろなことのいわゆる説明の補完をしていくと有効ではないかというふうな提案までいただいているんで、これからやっていくのはそういう具体的に提案をいただいた部分について、
どういうふうにやっていこうのかっていうふうなところが一つあるのかなというふうに思います。賛成です。あのイコモスの勧告っていうのは提案が結構含まれてるんです。だから示唆を含めてて、例えば平泉でもあの庭っていうことを中心にしてあの国際シンポジウムをやってたんですよ。それで保管したんですね。それでイコモスは OK したんです。庭です。そのいわゆる中国あるいは韓国日本という形の庭の国際シンポジウムをやって、それで文化の交流っていうのを証明したことになったんですけど、それはやっぱりイコモスの韓国の中にある文言を拾ってそれを教訓化してやったせいなんです。だから僕が一番最後に提案したシンポジウムもそういうことの集合と考えてください。あのちゃんとあの示唆する文章が含まれてるんですね。例えば平泉 の、 あの許可した文書の中にもあの鎌倉との価値の交流で商業寺の庭園の話がちゃんと出てる。鎌倉の一つの庭園ではその価値の交流がなされてるみたいな表現がありました。だからそういういわゆるこのイコモスから示された今回の文書を単なるもうお前ら全然ダメだと、もう諦めろというようなものじゃなくて、すごく示唆に富む提案がいっぱい入ってるんだと。その提案をうまく前向きに捉えて、それをシンポジウムなり、あるいはあの先生方をピックアップし、国際シンポジウムを開いて、それを保管していくと。で、今の田上さんの意見も同じだと思います。そういうことなんです。どうぞ、紹介して。ここはね、今までのことについては対立してました。ここは一致です。それでね、あの私ね、あの平泉に行っても実はね、いろいろ言うけども、みんな跡地見てるんですよ。あの毛通寺と金色には何もない。金鶏山ってこれ世界遺産から誰も思わないんです。ね、だけども、ちょっとね、いいことやってるんですよ。これちょっとね、あの歴史だから、軽々しく言えないんですけれども、無形公園はここにあって、おおよそこういうものだったという絵が描いてあるわけで、あそこに立ってですね、こうずっとあーっと無料公園からこうやって拝むと上にね太陽がまさに落ちて裁縫状ってなるほどと見えるようになるんです。それでそれに匹敵するのが僕は洋福寺だとずっといつも思ってるんですよ。洋福寺は無事の平等を招ましてね、まず清平さんがあそこに作った平泉ね、それを見て頼朝も早速それを作らせるんです。でその跡地は開発するんです。で先ほどのちょっとあれ地図あったね、あの中にね洋服寺はここにこういう形だ、池まで今大体分かってきてるんですけど、こういう形ありましたよって言うとこと鎌倉のイメージをわーっと出てくる可能性があるんです。ただあんまり認識やるとね、あのもちろん歴史の偽造なんかできませんけれども、少しイマジネーションを喚起してねやっていく。でそれもう一つ感じたのは実は縄文遺跡がありましてね、何にもないんですよ縄文遺跡なんていうのは。であの何かあの道具だけ出てきてる、だけどどっかでほらあの藁で編んだようなこう打ち合ってる、なんとなくそれ予測さえんだけども、こういう生活がしてたんだなとか、こういう形だったんだとか、あの柱の跡地から見てくるじゃない。あれやっぱり外国人にあのこう説明するときに分かりやすいっていうか、こと鎌倉って全然イメージ分からないんだ、あそこって。だからいくつかの要点でね、僕は要求って今あの発掘中だからあそこはいいと思うんだけど、少しね絵だけでもいいからこういうのがあって、ここにまた大蔵御所か分かりませんけど3つのこう寺があって、何とかっていう説明するとわーっとこう出てきていって、であの鶴岡八幡宮からずっと見回りするか階段とか、なんかどういう形なんだろう、こう想像力かきたてるようなね光をすると外国人も分かりやすいと思うんです。どうですか？あの、言っていただいたんで、あのまさにそういうことだと思うんですね。分かりやすくするためにはそういうことだ。で、洋福寺は今、たまたま今日から、一般公開始めました。あの三度の祈願が、出来上がりましたので、今月いっぱい、またあの来月なんで講師始まっちゃいますけれども、20何日まで、28日ぐらいまでかな、何日ってましたっけ、一応10時ぐらいから3時ぐらいまで、公開をしています。で、だいぶ、まああの正規の整備が出てきました。それから先ほど、佐藤さんが言われたその、都市の研究というような話の中では、今年の9月に、中世都市研究会が鎌倉で開催されます。
で、まあ、まだ話題がどういうふうになるのかは分かりませんけども、中世都市の研究会ですからいろんな話が出てくるのかなというふうなことは考えてますね。でやはり、それからイコモスのこの韓国軍の中にもこうちょっと触れられてるんですけども、役所のすぐ近くのところで、土地とお金をいただいて、一応世界遺産 のインフォメーションセンターっていうふうなことで、それから博物館を建てるというふうなところで土地とお金をいただいたんですね。それは、これから、なんですかね、鎌倉っていうのはどういう場所か、どういう文化を持ってたのかというふうな、まあ、理解をするための一つの、よりいい形 その施設になってくるのかなというふうに。はい、それではですね、時間もだいぶ押してまいりました。長時間にわたりまして、貴重なご意見どうも本当にありがとうございました。本日のですね、世界遺産に関する当研究会は、これにて、終了とさせていただきます。佐藤さんと天林さんどうもありがとうございました。